い、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。では現在ウェディングツアーハンマーブロスカップ、こちらがリーグ対象となっておりまして、僕自身は現在リーグ63で4位というところにつけております。あと一歩で昇格圏というところですけども、今日でなんとかね、食い込んでいきたいというふうに思っております。今日は3コース目のピーチサーキット X、 こちらを走り込んでいきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、リーグ順位をね少し見ていただきましてですね、一緒に楽しんでいただけるとなと思うんですけども、現在最上位の方との差が、1万1200点ぐらいということで、僕自身は1万点上げれば最上位に入れるかなと思ってたんですけども、どうやらそういうわけにはいかなさそうで、今回ピーチサーキット X 狙いは4万点というところになると思います。頑張ります。いきましょう。はい、キャラですね、もういろいろ選択肢があります中で、僕自身は今回こちらピンクゴールドピーチレベル6強化はできないというところで、まあ、この2段階強化で十分だし、3段階目は残念ながらできない。いきましょう。はい、マシンですね、マシンいろいろ考えたんですけど、まあ、今回ねいろんなマシンがあってですね、僕自身迷うところがあるんですが、今回こちら、まあ、ピーチサーキットといえばライガーホットロッドでずっと言ってきたと思うんですけど、このマシンがですね、実は下の方をちょいと見るとちょっとパリコースかかってるんですよね。パリプロムナード 2X、 パリプロムナード R、 パリプロムナード RX。 皆さんご存知の通り、次週は、パリ系のねパリツアーとなっておりますので、ひょっとしたらワンチャンライガーホットロッド、2コースね、リーグ対象2コース来たら1コースぐらいねかかってくれないかなという希望も込めて、こちらをですね1段階レベル上げたいというふうに思っております。よーし、お願いしますというところですね。レベル5になることでアクションポイントは変わらないですね、残念。ポイントブーストがまあ1倍多くなるというところになりますので、でポイント解放の2段階目、これもやっちゃいましょう、少待ちを。はい、ではポイントも2段階やってきまして、595のレベル5、こちらのライガーホットロッドを使っていきたいと思います。さあ、グライダーもですね同じ観点からどうしようか僕は迷ったんですけど、今回はこちら、はい、いちごドーナツを強化しようかなと思ってます。本当はですねこちらのプレゼントボックスを強化してもいいかなと思ったんですけど、どうしてもレベル3までしかやれないので、まあ、ちょっと目先のことを考えても、こちらのいちごドーナツをレベル4にしとこうかなというふうに思ってます。もうしてますもうレベル4にしてます。でいちごドーナツのポイント解放もするんですが、こちらもね一応ねパリプロムナード 2X 最適性来てまして、ちょっとパリとね1枚だけ絡んでくれてるので、まあね、このグライダーに一縷の望みをね来週にもかけてるということになります。ポイント解放1段階やっていきます。はい、ということでレベル4ポイント解放1段階までやってきたいちごドーナツ使っていきます。では少しポイントブースト4万点にするには少し足りないかなと思いつつ、頑張って狙っていきたいと思います。レベル6、レベル5、レベル4のカスタマイズでいきます。はい、1レース目いきましょう。下見の記録の1万7000点はね、まあさすがに超えるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ果たしてその辺は分かりませんね、走ってみないとね。ね、いろんないい走りを皆さんしてくるでしょうしね。危ない、乗れない、ダメだ、考え方が甘いですね。まだまだ考え方が甘いよ。1レース目は全然甘いよ、いつもそういうもん、ね、徐々に上げていくタイプだから、よろしく。あ、ダメだ、よいしょ。あー、昨日1日マリオカート触ってないからなと言い訳をちょっとしときますが、よいしょよいしょ。 1周の長さがねピーチサーキットはこう長いのか短いのかよくわからない、結構中途半端な長さではあるんですけども、まあなんとかねエクストリーム系のコースですから、できればねコンボ外さずに、頑張りたいところですね。よいしょ、もうここはオートでいいのよ。あ、いかん、出せてないのにオートでいいのはひどいね。まあ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 、1段階はいよ。あ、ここも本当は出したいね、マニュアルでね。はいよ、まあ、それもね一つ経験だから。あ、続いてる、すごい。よし、コインボックスこの直線できた、素晴らしい素晴らしい。よし、出してけ、邪魔邪魔、なんだあいつ。そっか、スリップで俺の後ろに来たな。あ、それ困るなぁ、それ困るなぁ、あ、ちょっと困るなぁせっかく
せっかく来てるコインボックスになくなっちゃうな。やだな、こいつの後ろやだな。思った通りになったな。ということで1レース目は何の記録も出せない点数になってしまいました。頑張ります。はい、2レース目いきましょう。下見の記録は2万7000点ですね。まあまあ、まず3万5000点ぐらいは目指していかないとその先はないですね。あ、コンボ途切れてる。あ、変なフィーバー来たけど、まあ、ありがとくね、ありがとく。踏んでいきましょう、皆さんのことをね。よいしょ、踏めてないし、よし、ありがたけコインボックス。赤取りたい、赤取りたい、欲張るな欲張るな、まっすぐまっすぐまっすぐ、オッケー、いいよ。はい、下見の記録は抜いたっぽいですね。まあまあですね。はい、下見の記録は1800点ほど更新することができました。目標4万点ってちょっと定めちゃってるので、かなりね、小さい、なんていうんですかね、スコアアップが喜べないところはありますけども、まず3万5000点から地道に狙っていきます。はい、3レース目いきましょう。よくわからないことになりましたが、一応喋るか、一応喋るか。このレースちょっと喋る気なくしたんですけど、だんだんうぜえなあ。しかも今ミニターボ出なかった。今日ミニターボの感覚が自分の指と合ってないな。なんかすごいかっこいいこと言ってるような感じかもしれませんが、別にそういうつもりじゃなくて、よし、このタイミングで出るぞっていうタイミングで出ないというかね、なんかそんな気がしますが。一応新記録は1位が取れれば出そうですね。さすがコインボックスフィーバーっていうところでしょうか。一応出しとく。はい、新記録は出たっぽいですね。ちょっとだけだね。まあ、一応新記録が出た時はね、こうやってお話ししていこうかなと思っておりますけども、1500点ほど更新しました。リーグ順位はどうでしょう。はい、 OK、 一つ上がって3位というところになりまして、10万点目前。いやー、上位遠いですね。頑張らないと。はい、8レース目いきましょう。ここまではいい感じですけどね、流れ的には。さあどうでしょうか。1枚もコイン取れないって。よし、直線割りがて、ちょっと見えなかったけどたくさん取れてたはず。よし、ここでも来い。ちょっと厳しい。さ
最高点は出るかもしれないけど、そりゃないよな。ずるいぜコンピューターさん。ラストコインボックス、はいよ。最高点は出たと思うけど、うわーもうちょい。はい、8レース目でしたかね、一気に飛んだと思いますけども、3100点更新することができました。まず目標の3万5000点を、今単発コインボックス3回かな、まあまあ来てる方ですよね。それでこの点数、あとはフィーバーをどう掛け合わせて4万点にいかに近づいていくか、まずは3万5000点頑張ります。はい、10レース目いきましょう。よし来た、よし来た、なんか来そうな予感はしてた。本当？よし、あとこっからの点の出し方だ。微妙。ダメだなこれ。フルコンボでもうわーダメか、初コインフィーバー。はい、15レース目いきましょう。これは流れいいかも、ひょっとしたらこれは今日の中では来てる方かも。よし、ここで使っちゃおう。やめてー、なんでー、あの一個避けれなかっただけそんな罪深い俺。はい、行ったでしょ、行くとこまではぐーんと来い。よし、あーコインボックスフィーバー2回、なんであんなとこでコイン途切らしちゃう、コンボ途切らしちゃったんだろう。あのバナナ踏む必要あったかな。僕結構、いや、あのバナナはやむを得なかった、最高の走りをするためにはとかいうことが結構あるんですけど、あれは不必要だった気がする。さあこれ順位どうなんだろう。一応5000点伸ばしたんですが、こーい、やったやりましたよ皆さん、やりました。現状トップ。いやーよかった、あーよかった、めっちゃ安心した。絶対無理だと思った、この15レース目走る前まではこれは時間かかるなーとか思ってましたけど、もうちょっと走りますね、さすがにね。うん、4万点目指すって言ったんでね、頑張ります。慌てる
そりゃー。うーわー、あーあーあー。はい、19レース目いきましょう。いいよいいよ、スタートとしてはめっちゃいいよ。めちゃめちゃ赤も出てるよ。いいよ、よーし、この調子でいこう。よし、ストレートで出せる。危ねえ、ミニターボ危ねえよ。よし、今のもラッキー、ラッキーパンチ。よく言えばここで欲しかった。あー逃してる。あーもうそういうのやめよう。じゃあの場面でさ、あの雷とかゲスト来た時にさ、その何回さ、あのノーカウントにされるんだろうな、あれ一体不思議なんだけど、マジで。あたらたらい。あー全然ダメだった。はい、20レース目いきます。ということで、惜しそうなレースは何度か、あ、出し忘れた、ミニカーが。惜しそうなレースは何度かありましたけども、まあ結局ね、あの15レース目みたいなね、最高のレース展開はなかなか出すことができなかったよというのが、まあ簡単に言うと結論でございます。まあ厳しかったですね、やっぱりね。よいしょ、よいしょ、危ない危ない。フィーバー出したせいでめちゃめちゃ大回りに走ってしまいましたけども、 OK。 まあもうね、ありがたいことですけど、緑コーラフィーバーとか出た時にもう半分終わりですからね。もう半分夢はついえたと言ってもいいのでね、しょうがないですね。よしよし、ここでも来なかった。オッケー、はい、いいじゃないの、オートドリフトだってここで。あー、やばい、うるせえな、オートドリフトでもいいだろうって言おうと思ったら完全にその言う瞬間にミスった。プレッシャーに弱いタイプ。あ、いい、しょうがない、みんなのも全然、もうオートだろうがマニュアルだろうが関係ないもん。ありがとう。いやー、最終レースは見事に、ここはウルトラかけながら、本当はちゃんとね、あ、ウルトラじゃないよ、マニュアルターボをかけながら、あのちゃんとねコインを2個は拾いたいところなんですが、ここも3つ取れたけど、今日このレースは2回とも2個取れたけどね、なかなかそううまくいかないことも多いです。はい普通に走るとこんなもんなんですよ。いい点数出せたわ、あれは十分。はい、ではトップ画面に戻ってまいりました。ハンマーブロスカップ3レース、なんとか攻略動画としてやり終えました。まず今回の動画、ピーチサーキット X としましては 39,258 点ということで、なんとか目標は、当初の目標は下見プラス1万点だったので達成と、最初に立った4万点、今日の最初に立った4万点はちょっと惜しくも達成できなかったよというところではございますけども、一番大きな目標、リーグ63で1位、まあ残り2日残ってますけども、1位に立つということはね、目標達成できました。それは非常に良かったなと思います。今後逆転された場合にどのコースで一番、さらに点数を伸ばしやすいかって言われると、僕自身は多分ここ、多分レインボーロード 2X が、まだいけるかなっていう感覚を持ちつつ、ちょっとやめちゃった、ところでもあったので、ちょっとこのコースね、また再度検討しようかなと思ってますけども、とりあえず1位に立てたので大満足でございます。今日の動画の内容、もしくは今回のハンマーブロスカップを通じ
じて、そしてウェディングツアーを通じて、動画良かったよと思ってくださる方はですね、高評価、そしてチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。次回のツアーはパリツアーで、2回目のパリツアーですけども、予告がやってきておりますので、またそちらの方の動画でもお会いしましょう。ということで今日はここまでにしたいと思います。失礼します。